気象速報です。広島県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しい地点を見ていきましょう。広島県廿日市市に土砂災害警戒情報が発表されました。広島県廿日市市に土砂災害警戒情報が発表されました。広島県内、広島市や安芸太田町、北広島町にも大雨警報が発表されております。現在の雨雲の様子確認をしていきましょう。広島県の西部に活発な雨雲がかかっております。こちら皆様からもザーザーレベルや豪レベルの雨の報告が届いております。広島県西部の廿日市でこちら土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害の危険度も確認をしていきましょう。土砂災害危険度を見ていきますと、中国地方も広い範囲で注意や警戒といったエリアになっております。そして土砂災害警戒情報が発表されました廿日市市のあたり、濃い紫色、極めて危険な状況となっております。土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況になっております。2階以上の高い部屋で過ごす、山や崖からは離れた部屋で過ごす、そういった避難行動をしっかりと取るようにしてください。今後も雨の降り方要警戒です。広島の気象速報をお伝えをしていきました。